天下一武道会で戦うのってやっぱり特別な感じがするな。お、盛り上がってるみたいだな。大丈夫だ。さてと、あ、いたいた。ご飯、遅かったじゃないか。すみません。ところで、すごい人ですね。ほんとね。ああ、鬱陶しい。ミスターサタンだ！ミスターサタンが着いたらしいぞ！ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。全世界のサタンファンの諸君、お待たせ。すごい人気なのね。さん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さんは。もう選手の控室に行ってるだべか。へへへ、よほー。波乱の天下一武道会、魔導士バビディの暗躍。クソン、おい。はあ、結構変わっちまったかな、みんな。でも元気だったか。悟空さん、よう帰ってきたの。孫くん。悟空。悟空。お父さん。はあ、へへへへ。ん？ごてん、お父さんだぞ。わあ。そっくりだと思ったらオラの子か。なんだ、ごてん、おめえ恥ずかしいのけ。ごてんか、いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。それじゃ、私たちはここまでね。みんな、ほどほどにね。はい、それじゃ、行ってきます。なあ、ごてん、ちょっとこの辺りを探索しようぜ。面白そうだね、行こう行こう。よし、ごてん、あっちを見てみようぜ。出てるし、面白い。なんじゃ。お、こんなところを人、うん、その肝っ玉の大きさは悟空の子って気がするよな。まあ、お前らだったら心配することもないか。あ、ごてん、うん、そうだな、まずは一通り見てから決めようぜ。うん、そしよう。あっちは、待ってよ。
やっぱ俺たちも早くみんなと戦いたいよ。兄ちゃんとベジータおじさんには勝てない。まあ、あっちを見てみようぜ。やばい、ママたちが俺たちのこと探してるみたいだ。怒ってたら屋台でいろいろ買って。よし、迷子になってたことにしようぜ。しょうがないだろ、年上の俺が探してた方がそれっぽいし。じゃあな、コテ。あ、もうずるいよ、トランクスか。よう、ゴテン、やっと会えたな。うん、そんなこと言って二人でその辺の屋台。え、どうしても。バカ、ゴテン、言うな。やっぱりそうだか、ゴテンちゃん、嘘はダメだべ。そうよ、トランクス、あんたも年上なんだから。ごめんなさい。じゃ、そろそろ試合会場に行きます。だな、これ以上遅くなったら席がなくなっちまうべ。うん、わかった。お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン、なんだそりゃ。果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。みんな予選突破できてよかったですね。ま、楽勝だったな。ん？こんにちは、あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。よろしく。なるほど、噂通りいいと。では失礼します。何者だ孫。わかる、だがオラたちだけが楽勝の試合じゃなくなった。あの二人芸は大したこと。なんだあいつら、目つき悪いな。かくして始まった天下一武道会、抽選の結果 Z だが、1回戦の第6試合では悟空とそして1回戦が始まり、続いて第2試合はピシカシ。どうしてだ、こいつとはなぜか戦い、何者な。そのうちわかりますよ。でも今は。すまない、危険する。
え？あの危険って。そうだ。そうか。彼は元この星の神。ではどんどん。ビーデル選手対。間違っているかもしれんが、あ、何でしょうか。まさかだ。いいえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は4人の海王様の頂点に立つ大海王様、さらにその上に海王様たちの神がいるという。どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッ。よせ。何も言うな。え、その続く第三試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎。もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだビーデルさん。いやだ、絶対降参なんか。そこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外スポポビッチ選手の勝ちです。ビーデルさん、ポポビッチ、許さないぞ貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。うん、次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わっ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビーデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから、きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。治ってる。頑張ってね、ごはんくん。
続いて始まった第4試合、ご飯はキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。え、どうしてスーパーサイヤ人のことをそれに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ご飯。ピッコロさん、なんでピッコロ、なんかあるんか。何かはわからない。だがご飯さんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何？どういうことだ。わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。ああ、聞いたことあるぞ、海王様から。海王神、おめえが海王神様か。じゃあ、あんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つぁっ！すさまじいエネルギー、あいつだ。変身したご飯くんが。まさかまさか。いただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん。はあ、来た。なんだ貴様ら。よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです、まだ何もしないで。大丈夫、孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ、悟空。ほら、ついていくさ。あの海王神様が助かるっつってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ、俺も行こうかな。ふざけるな、カカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ、今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。分かった分かった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。腐ったね。貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。あったらおめえもついてこいよ。向こうでやろうぜ。チッ、行くぞ。ご飯のこと任せて本当にいいんだな。
大丈夫だ。孫悟飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おーい、やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえってあんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい、地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。治ってる。一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。あ、私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん、危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん、わかった、行こう。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に。長い間封じ込められていた魔人ブーをよみがえらせるためには汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ、あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これでスッキリしたわ。頑張ってね、ご飯くん。魔導士バビディってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ご飯くん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。バビディ、よし、急いでお父さんたちに追いつこう。おりゃ！あ！あ！これは食べ頃のマンゴーだな。大したことなさそうだな。あっ！
いいもの見つけちゃった。誰か一丁。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ダーブラ、バビデーのやつ、暗黒魔界の王まで手の内に。え、ダーブラ。そうです。ということは、あのちっちゃい方が。そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を。バビディの一番恐ろしい魔術は、だから私たちはお前たちのように心に悪。ほうほう、こいつに満足やったね。これでも、これでもお前たちはぷいぷい。はい。さあで、ダーブラ、やっぱし僕の計算通りヤムーたちはずっと昔、僕の親を殺しちゃった海王神。海王神とキビトのエネルギーは使え、3匹ほどは。あの3匹以外のクズ、そこでエネルギーを吸い取る。なるほど。そうだ、海王神はお掃除しないでね。海王神はこの僕が後でじっくりとします。わかりました、バビディ様。じゃあ任せたからね。は、さて。キビト、くそ、なわっ、わっ、しまった。これね、ピッコロ。触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。さんとピッコロさんを助けなきゃ。当たり前だ。ふん。なんだここは。やけにさっぱりした部屋だな。気をつけてください。何かあなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えても悪いな。俺たちはじっくりと待つのは苦手で。バビディ様がおられるのはこの一番下のフロアだし、残念ながらこの俺を倒さなければ。つまり、ああ多分そんな。誰からやるんだ。ここは公平に。じゃん。まあ、よし、行くぞ。じゃんけんポン。あいこでしょ。よし、まずは俺からだ。当然だ。さっきも言ったが、ここから前たちが受けたダメージは魔人ブー様の。それを聞いて安心したぜ。さっさと貴様。そういうことだ。だが、おしゃべりはここまでだ。かかってこい。おっと、パッパラパン。なに。何が起こったの。バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。それがどうした。さっさと終わらせてやる。それは途中戦だ。スナイプショット。
バビディの野郎。お、見ろよ、下へ行く穴が開いたぞ。エレベーターってやつみてえになってんだ。そんな、これを。またさっきと同じような部屋じゃねえか。お？しゃあ、しゃあ。なんだかとろそうなやつだな。あれはもしかしてヤコン？魔獣ヤコンでは？勝負たっぷりとエネルギーをいただくんだ。グホッグホッハッハ、ドイツから食ってやろう。オラがおめえの相手だ。まず一匹叩きだ。終わりだ。
からになったっておめえの動きぐらいよくわかっさ。クーちょっとした流れとかでさ終わりだ。この分だと。いいです。次は私。そして、賞賛は賞賛、私にダーブラヒアコンを倒し奇跡的と。だがここ、戦士たちの大誤算迫る魔人ブーの復活。ふん、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは、そう。無駄口。ダメダメ、お前を倒すのは僕の。なんだと。バビディ様、戦いやすい場所に移動。分かったよ。パッパラパー。よーし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。暗黒、私をなめたことを後悔させてやる。行くぞ。スーパーサイヤ人の壁を越えたスーパーサイヤ人。What?
それにしても勝てない相手じゃない。ガキの頃の方が強かった。あいつ本当にサボってやがった。以来ご飯が激闘を繰り広げている頃、ビーデルは天下一武道会会場へと引き返している途中であった。ビーデルさん、あ、ゴーテン君、なんでこんなところに？うん、タンクス君がみんなを追いかけようって。パパたち、なんか面白そうなことをしてるんでしょ？ずるいじゃん。あのね、みんなは遊びに行ったわけじゃなくて。仕方ないわね。事情を説明するわ。というわけなのよ。それでみんなそこへ。うん、魔導士、魔人、すげえ。聞いたかよ、ゴテン。うん、面白そう。なえ、あっちだよね。ちょっとあんたたち、まさか行く気じゃ。急げ、早くしないとパパたちが敵をやっつけちまう。やだやだ、見たい見たい、魔人ブってやつ見たい。ゴー。ヤッホー！嘘。その頃、ゴハンとダーブラとの激闘は未だ。くそ、イライラするぜ。よし、この俺が終わらせてやる。そりゃねえぞ、ベジータ、やらしてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。
こんなお遊びはどうでもいいんだよ。俺はこんなこと、そのためにあんなくだらん武道会に行ったんだぞ。バビディ様、とてもいい発見をしましたぞ。これで、おい、逃げる。このダーブラが戦うまでもない、うってつけの戦士が見つかったのだ。どういうことなの、ダーブラ。奴らの中の一匹にとてもあれほどの邪心があれば十分。そうか、同士討ちをさせれば、そして魔人ブーはついに復活。なんだって。あ、よくわかりませんが、自分が戦う。見つかったじゅん。はっ、使わせてもらうぞ。ん、やはりそうか。ベジータさん、悪い心をバビディに利用されようとしているのです。無心になりなさい。何も考えてはいけません。うるせえ、ガタガタ抜かすな。いいぞ、もうこっちのもんだよ。ついでに秘めているパワーを限界。ベジータさん、あんな奴に操られないで。ベジータ、しまった。いいぞ。ではいいところで戦わせてやろうか。パッパラパー。ここは武道会場。なんだあいつら。突然現れたぞ。さあ、なんと言ったかな。ベジータ、そいつらからエネルギーを奪うんだよ。思いっきり戦いな。うるせえ、俺の目的はカカロットだけだ。他の奴らなどどうでもいい。なんというやつだ。まだこの僕に完全にコントロールされないでいる。こんなやつは初めてだ。まあ別にいいけどね。おい、バッグロック。逃げろ。ベジータ、さあ俺と勝負しろ、カカロット。これ以上死体の山を増やしたくなかったらな。いけません、孫悟空さん。ここで戦ってしまったら、バビディの思うつぼ、エネルギーを吸収され、確実に魔人ブーは復活してしまうのですよ。ベジータ、君をオラに本気を出させるために、わざとバビディの術にかかる自制心をなくしてあんなことをした。違うか。なんだって。こうでもせんと、貴様は俺と戦わん。たった一日で、貴様は二度とこの世からはいなくなってしまうのに、邪魔が入ってしまったからな。そんなことで、たったそれだけのことで、こんなバカなことを。バカなこと？バカなことだと？
この俺にはそれが全てだ。魔人ブーのことなんかどうでもいい。こいつは俺の強さを超えやがった。同じサイヤ人でありながらこの俺を抜いたんだ。圧倒的な力を誇っていた王子であるこの俺をだ。こいつに命を助けられたこともあった。許せるもんか。絶対に。バビディ、周りに誰もいない場所に帰ろう。俺はベジータと戦うことにした。お待ちなさい。どうしても対決したいというならこの私を倒してからになさい。お父さん、わかりました。お好きになさい。すまね、カヨシー様。望み通り場所を変えてやるよ。パッパラパッ。あなたたちは私と孫悟飯ショックを与えて、ま、どうせなら運が良ければ。ベジータ、邪魔者は。さあ、やれやる。海王神たちが何をしようと。何？もう一度だけ。さあ、ベジータ。言ったはずだ。俺は貴様の家来になんかなって。体と心は支配されても怒り。信じられない。バビディに支配されながらそれほどまで。ベジータ、なんというプライド。構わないではありませんか、バビディ。どちらにしてもあいつむしろ無理に船。なるほど。パッパラパー。あ、ようこそ。ベジータ